は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。走れ光圀社長。今回光圀社長がやってきたのは骨董古美術の買取専門店本郷美術骨董館が主催する鑑定会。副代表の井野さんに案内していただきます。鑑定買取のイベントをやっておりまして、はい、まあ、美術品いろんなジャンルの美術品をまあ鑑定して、まあ、お値段が合えば買取させていただくというイベントをやっています。まあ、本日は7人の鑑定士が来ておりまして、はい、各ジャンルでお品物を拝見して見させていただきます。まずは鑑定会の様子を見学させていただくことに。こちらの方が持参したのは香木と呼ばれるもの。一見ただの木ですがとてもいい香りを放つ木で古来から珍重されてきました。さあどういう評価になるんでしょうか。これだけの大きさになるともうちょっと桁が変わってくるの で今このぐらいっていう具体的な値段出すっていうのはなかなか難しいと。それはあれですか、ざっくりでも結構なんですけども大体おいくらなんでしょうか。まあその評価とまたね僕らのその あれとはちょっと違うんですけど、はい、まあ少なくてもまあ何百万円はね。なんとこの木少なくとも数百万円はするお宝だということが判明。検査するというか、はい、まあ、そういったところがちょっと、まあ実際的にはこれ見た目でどうこうっていうのはなかなか難しいんですけどね。項目自体がそういうものなんですか。そうですね、そういったところで確認するためには水に沈めたり木に穴を開けたりするなど詳しい検査が必要なんだそう。いや、ちょっとその香木とかそういう世界がわからんから何百万で来たらと思ったんですけど、すごい世界なんですね。鑑定会では詳しい検査はできませんでしたが、検査次第では評価額以上の金額になる可能性も。他にも掛け軸や時計など様々なジャンルのお宝が持ち込まれていました。光圀社長がやってきたのは本郷美術骨董館が主催する鑑定会。専門の鑑定士が様々なジャンルの品物を鑑定してくれるんです。ということで社長も自身で購入したお宝を鑑定していただくことに。江戸後期伊万里焼の配線、はいね、はい、じゃあ杯をね、そうですね、こう洗うこういう昔はこういうね一つの杯でみんな酒席ね、そういう回し飲みをするときに回し飲みをするというところから、はい、これで杯を洗っていた器と、ね、はい、杯を洗う際に利用していた配線。この器に社長は一目惚れ。わずか5000円で購入したんだそう。鑑定士さんの評価はいかに。図柄も面白いですし、はい、状態が非常にいいです。評価額としましては5000円で購入したという社長のお宝の評価額は、評価額としましては1万円付けさせていただけるかなと思います。ますはい、これそうですか。これはちょっとなんか、普通に嬉しいですね。まあ、倍ですよ。だそうですね、はい、そ一番注目点というかそう絵柄が面白いというのはどういうところをご覧になられたんですか。例えばですね、はい、まあ、有名な図柄ではあるんですけれども風景があって、はいはい、あとはこうめでたいものをあしらえてあるという。はあ、そうですか。いやなんか深いですね骨董の世界って。まあ、難しいですね。そうですね。いや井野さん今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。とても勉強になりました。こちら関西の方には芦屋支店というがありますので、はい、そちらの方にご連絡いただければ、うん、出張、査定のご相談いろいろ乗らせていただきますので、はい、ご連絡ぜひお待ちしております。最後に社長のギャグの鑑定もお願いします。結構吸水性とかでふわふわして、あ、これ綿ですね。コットンじゃなくてコットンやった。なんのこっちゃねーにーのねいくらになりますかね。
30円です。金額ついた。ありがとうございます。